はい、皆さんこんにちは、赤山修です。私ですね、最近なんですけど、ニコン ZF のですね、この ZF-GR1、ね、このですねエクステンショングリップをね購入したんですよ。でこれ結構ですね、買おうか買う前か悩みました。でというのがですね、またちょっと冒頭少しだけ長くなっちゃいますが、でこのニコン ZF のですねこのグリップ、ね、この単体で使っていてもねかなりいいんですよね、このグリップ感がね。でただこのですね ZF-GR1 はですね、でこの、この前ですね、前のこの ZF のグリップの膨らみの部分と、あとこのサイドの部分、あとこの親指が当たるですね、まあ、サムグリップのような感じのですねところまでカバーする、ね、保護するようなデザインになってまして、であとこの底の部分、この底の部分ですね、これ、どうやら ZF はプラスチックのような素材のような気がするんですが、そこをですね完全に包み込んで、であとこのバッテリーのですね蓋ね、バッテリーと気力メディアをですね出し入れするこの蓋もですね普通に問題なく開くというふうな構造だったので、やはりもうこれはですね、もう毎日 ZF を持ち歩くのにあたってですね、保護と、まあ、傷防止というふうなことも含めてですね、これを買いました。で早速ちょっと開封してみましょうね。はい、この元箱自体は ZF の元箱と同じような色ですね、デザインも。はい、これですね。はい、これはですね ZF-GR1 の使用説明書。これは英語表記はないですね。英語表記はなくて、ニコンイメージングジャパンとして、作ってある使用説明書です。はい、裏にも何もありません。はい、じゃあ出してみますね。あ、二重になってますね。まずこのエアパッキンを外して中身を出しますね。はい、はい、これですね。やっぱり私がね言ってましたように、このグリップ部の前の部分とサイドね、あとリアの部分をですね包み込む形ですね。でこれボディに当たるところはですね、傷がつかないようにゴムのですねクッションがついてる感じです。そして、ここですね、これがですね ZFC の、GR1 と違うところはですね、アルカスイス互換の雲台にですね対応しているんですね。これですね、ここはですね改良されたというか声が届いたというかね、そういう部分ですね。それでこれですね、アルカスイスのね、このプレートがある部分がですね半分よりちょっとで少しですね超えてるぐらいの長さで、全体は包み込んでいません。だから、握る側の方がですね段差があってですね、ちょっとこうね左のねアルカスイスの互換プレートになってる方がですね少し長さが高さが高くなってる感じですね。はい、で早速つけてみましょうね。でこれはねボディにつけて、でこれですね、ここもですね六角レンチで、ZFC の GR1 はつけてたんですけど、六角レンチがいらない、手で締め込んで、であとはここを折りたたんでですね収納するということになってます。はい、でこれが、ZFGR1 が取り付いた状態の ZF ですね。はい、ここね右手で握る部分が、ね、前後すべてカバーされていますね。でこのですね内側のちょっと見えにくいんですけどね、ここにくぼみがあります。この握りのところに、ね、くぼみがあります。でこれはね、実際に ZF をつけてね、ご説明しますけれどもね、ここのバッテリー室カバーとね記録メディアカバーがですねこうも全く問題なくですね当たることなくね開きますし、あとこのですねロックレバーね、これも爪でこうやって人差し指を突っ込んでですね、特に問題なく違和感なく開け閉めができます。はい、であとはここを読みましょうね。ね、裏の、印字がニコン ZF-GR1 メイドインジャパン、日本製になってますね。日本製です。もしかしたらニコンイメージングジャパンさん
のみでの販売なのかもしれませんね。まあ分かりませんがね、こんな感じです。この出っ張り感ね。あとこのねグリップを包み込むところもう一回見てもらって。で私がですね、これは ZFC の GR1 の時から、ね、気に入ってるのはね、やはりねこのねリアな部分をね包み込んでくれるんで、ここもですね、まあボディ自体が露出しないので、ね、こうやって毎日握るでしょ。で、握った時にですね、すれてこないんですよ、ここが。だからまあ、そういった意味で、まあ、もちろんですね、社外品でボトムカバーもあったりとかしてですね、結構いいものがあるので、ボトムカバーすっぽり、ね、こう包んでしまうものもね、市場にあったりはするんですけどもね。ただまあ純正品としてね、それを使う方がなんか嬉しいなと私は思って、ZFGR1 を今回買ったんですね。それはこの、サムグリップというかこのリアを包み込むという形状が気に入ってまして。で、まああくまでも ZFC の GR1 も使ってましたんでね。で、ZFC GR1 を使ってみて、そのね、もう一回言いますけど、前後を、ね、包み込むデザインのこのエクステンショングリップシリーズが純正のものがいいなっていうふうに思って、今回 ZFGR1 もそれが継承されていたということで、ね、選びました。だからもうこれからは、まあ、ZF を使うときはですね、この GR1 をつけっぱなしにしてですね、持ち歩いて使おうと思います。はい。まあ、重量もね、200g 弱ぐらいかな。150g ぐらい。確か、それよりちょっと重たいぐらいかな、だったんですけど、まあ、そもそもが、ZF の重量が 700g なので、まあ、多少も重たくなりますけどね。まあ、でもまあ、あらゆるレンズをつけて、普段持ち歩くのに、まあ、傷防止、あと保護という観点。ね。それと、あと、まあ、この出っ張っている、そのグリップがですね、出っ張りすぎてしまうっていうふうなところもね、すごくまあ、出っ張っていいんですよ。出っ張っていいんだけど、ある意味、素のね、ZF のこのグリップの形状の曲線ってすごい美しいし、全然違和感なくね、握れるというふうに私は思うのでね、このエクステンショングリップ GR1 のこの出っ張り自体が、じゃあ全てにおいていいかっていうと、そうではないというふうに感じたので、しばらく購入を、どのようにしようかな、どうしようかな、買おうかな、買う前かなっていうふうにね、悩んだんですね。ただまあ、この出っ張りが、ね、こんだけ膨らみがですね、出たことによって、まあ大きな、85の 1.2 とか、ね、あと50の 1.2、あとまあ70-200などを使うときはね、多少なりとも、握りが、ね、深くなって、ね、ストラップをつけてないときに、このようにですね、握ってですね、持ち運ぶときには安心して運べるような、感じがします。はい。このニコンね、エクステンショングリップ、ね、ZF GR1。ね、購入を検討されている方はね、いかがでしょうかね。はい。やっぱりアルカスイス5冠の雲台にね、そのままつけれるというのもね、安心できるというかね、アルカスイス5冠雲台を使ってらっしゃる方にとっては、ZF がですね、使いやすくなる、一つのメリットが、できます。で、それで、アルカスイスの互換雲台がね、使えるから、じゃあ、一般の三脚が使えないかなって言ったらそうでないですね。で、ここにしっかりとですね、三脚のネジ穴がありますので、ね、このエクステンショングリップ ZF GR1 をですね、装着した状態でも、ねじ込みの、三脚の雲台にもですね、使えますのでね、それはご安心ください。ちょっとね、最後にもう一回これ外してね、グリップの内側、もうお見せしましょう、ね、これなかなかね公式の写真ではねあらゆる角度からがね紹介されてないんですよね。だから実際これは私が買った製品そのものなんですけどね、ニコンさんから1位ですね、この ZF GR1 をですねお貸し出しを受けてですね、どのようなものかっていうのをね試してみたんですけどね、まあ、その時に結構この作りがいいなっていう風にね、感じてですね購入を検討し始めました。でこれですね内側ごめんなさいねこの内側のですねこのここにくぼみがあってですねこれが指に引っかかるようになってます。はい、ぐるーっと回しますよ、ね、であとリアも包み込む、ね、それで内側がまあ上から見ましょうこのような感じ
滑り止めのゴムね、はい、ぐるーっと、はい、でもう一回つけますよ、ね、はい、でつけて、でこれをですね締めて、はい、でこれで、ZF に、ZFGR1 がついた形です。はい、で今日はですね改めまして、エクステンショングリップ、ZFGR1 の、紹介でございました。これを使って私は、スナップを撮りたいと思います。それではいつもですね赤嶺主チャンネルをご覧になっていただきまして誠にありがとうございます。はい、それではまたよろしくお願いいたします。